県民チャンネル。県民チャンネルようこそ。今回はケテルをね、ウニ編成で挑戦していこうと思います。編成はこんな感じ。ワクワクの詳細は概要欄に書いておきます。ぜひ参考にしてください。さあ行きましょう。でこのクエストの特徴が HP 依存になっております。 HP がね、高いほど攻撃力が高くダメをね、しっかり出すことができるんで、しっかり HP を管理してこそ、ね、しっかり殴っていくこと、そういった立ち回りが必要になってきます。で結構ヒーリングを結構展開してくれるんで、ね、回復はしっかりしやすいんですけど、このダメをが痛い、ダメをとね、地雷、うん、マルクタの気が強い。あ、マルクタ使えるんだか。なるほどなるほど。この割合がね、立て替えしていきます。最初ちょっと下るかもしれないね。で、波動で突破するか。うん、あんま火力ないな。さすがまだ。これでいけるかな。おっと言えましたが、大丈夫？またアベロックね。アベロック何気に痛いね、これ。そうそうか。入っちゃう？オッケー。敵をアイスエムのゲージダメを。ああ、いいかもしれない。アベロック痛すぎる。とりあえず、でも私なんか反射の方がやりやすいような気がする。なんだろうね。どっちがやりやすいかはちょっとね。考えましょう。ここはゾンビをね、同時処理して、さっ、鬼を倒す方が楽かな。スピード、あ、スピードダウンが動きやすそう。欲感し、縦にね、入りたいんですけど、アビロック食らってるんで。
2人倒すと、今度はね、ヒーリングね、展開してくるんで、ここはね、特に注意点ないかなと思うんですけど。取れるかな、あれ。まだは無理せずに、交換。いやー、弱いわ、まだ。まあ、HP ちょっと半分ぐらいしかないからなぁ。イライラ痛すぎる。まだか。まだ全部。こうよく感じたら、絶対拾わんでいけるかな。いや、さすがに拾うか。そっち痛いな。混乱をしてくる。混乱ね。混乱で上接したらやばいんじゃないの？これ。勝ったの奇跡？あ、大丈夫そう、大丈夫そう。オッケー、ナイス。あ、動画混乱してる。続いて鬼が3体いる。ここもね、ゴールで押し切りたいんですけど、ちょっとね、下手するとね、鬼が爆発一気にして死んじゃいます。なので、振り合わせ。バン。波動は動かすか？これ回った方がいいよね。でもいいかな。ちょっと。え、そうだな。あ、お。はい。ボール完成でいってる？オッケー。さあ、ラスボス。あ、ケテル目、いっぱい倒してるからな、本当に。横間でヒーリング展開ね。割合いくのか。回復しつつ、これ行ってみよう。おっ、ハート湧いたね。ハート取って、間減ったらいけるんじゃないの。いいよいいよ。もうちょっと回復したかったな。またおは SS 打つ価値があるのか、果たして。味方を動かすより自分を置いて回復する方がいいよね、これ。
早くするわ。いいよいいよ。投げづらい思い出す？あったこれ。ラビロクはついない。家番だけはマジやめてね。しもこれ、アベロかかってんね。定番は、いける。で、これでいかないかな。オッケー。よし、消えてるおやつけだ。よっしゃ、ぜひ皆さんもこれで挑戦してみてはいかがでしょうか。なかなかの号令パーティーでした。ケンティちゃん、高評価、チャンネル登録をよろしくじゃ。ツイッターのフォローも待ってるつ。おすすめ動画もぜひ見てってくれ。